皆さんこんにちは、おゆきです。 CFEX5 から7まで見ていきましょう。まず EX5 は通常と教習に対応していて、ついでに任務もクリアできます。このステージ奥だけ攻略するの結構、難しいかなと思うんですが、通常と教習で、ブロック数が変わるんですよね。教習でブロック数マイナス1になって、でこの敵が通ってくる道に、例えばブロック数1の高台キャラを置くとするじゃないですか。そうしたら、敵がすり抜けて穴に落ちるみたいな、そういう攻略法もできるんですが、それだと通常だと機能しなくなるっていうのもあったりして、結構難しかったですね。ただその難しかったところをどう簡単に攻略してもらえるかみたいなのを結構考えて作った動画なので、この動画結構お気に入りですね。このイノシシがね、ちょうどすり抜けて落ちてくれたら、それはそれで楽なんですが、さっきも説明した通り通常と教習でちょっとやり方が変わってしまうってところと、あと閃光弾使ってイノシシの突進を止めるみたいなのもあるんですが、それだとね、ちょっとタイミングも難しかったりして、あとしびれ罠、罠も別の敵が起動させてしまうみたいなね、そういうこともあって結構難しいので、もうここは、ちょっと編成連動、編成をちょっと持って、操作を簡単にしたっていう攻略ですね。どうでしょうか、結構この配置とかすごい気に入ってるんですが、ぜひね、参考になれば嬉しいです。次が CFEX6 ですね。編成はこんな感じで、装備している道具は、作戦道具はなしです。まずコスト回復薬の天人花を下向きに配置してください。下向きに配置して、反射はあるんですが、ちょっとでもこのハリネズミのね HP を削っておきたいので、下向きに配置で、マウンテンサリアを素早く配置して、ソンズを4番の位置に配置します。そしたらソンズも同じ敵を殴ってくれるので、天人がコスト回復、ソーンズスキル即発動。そしたらこのタイミングで天人下が落ちるので、落ちたら次は野党を、おとり役を右向きに配置してください。これ配置する理由なんですが、鳥が出てくるので、鳥の投げつけてくる死骸を、受けてもらうためですね。ここで受けてもらいました。おとり役ですね。そしたらソーンズは2回目スキル発動して、でここで連動が、ソーンズの連動が高い方は操作終了ですね。ただこれで操作終了できないパターンを一応見せておきたいと思います。もうちょっとで出てくる、鳥の、HP を削ることができずにぐるーっと回ってくるんですが、まだかな、これは処理できて、ここかな、ここも処理ギリギリできる。で、ここはできる。頑張ってる。ただ、だんだんとこの火力が足りなくなってきて、これか。これがちょっと HP 残っちゃってるので、今ね、マウスカーソルで追いかけてるんですが、倒されてしまうんですよね、こんな感じで。これ、新しいオペレーターとか、あと、かけり虫使ってもいいんですが、それしなくても間に合ったので、無駄に編成する必要ないかなと思ったので、火力が足りない方は、こんな感じでちょっとね、待ってもらったら、エクシアが帰ってくるので、配置します。ここですね。このタイミングでエクシア帰ってくるので、エクシア再配置して、クリアになっております。
敵を倒したらクリアですね。で、次のステージが EX7。作戦道具、閃光玉つけてます。通常と強襲に対応していて、任務もついでにクリアできます。まあ、ここ、ちょっとだけタイミングが重要なので、まあ、その辺話していきたいと思います。まず1番天人かコスト回復したら順番にオペレーター入れていくんですが、この黄色い線のところは閃光玉を投げるタイミングです。まあただそのタイミングも、まあ、すごい分かりやすいタイミングなので、言うたらイノシシが走ってくるときに投げる、それだけ覚えておけば大丈夫です。今なんかピッピッピッって音入ったかな、エアコンの音が。まあ気にせずやっていきましょう。で、3番ソーンズ置いたら、次4番マウンテン置くんですが、この5番の位置にエクシア配置したいんですが、エクシア置くタイミング、だいたいこのピンクの丸のところ、上のピンクの丸のところで、岩牛が出てくるんで、この辺で配置しておけば、だいたいこんな感じでね、だから岩牛が出てきて配置して大丈夫です。そしたら、鳥が出てくるので、ちょうどこの鳥をね処理できるようなスキルのタイミングになっております。ここあんまり早すぎても遅すぎてもダメなので、まあ、同じようなタイミングで配置してください。でサリア置いたら番号変わりまして、こっからが閃光玉投げるタイミングですね。左上にいますよね、イノシシ。この左上にいるイノシシが別のルートからこう降りてきて、でこう出てくるので、このタイミングで投げます。これをね、あと1回やるだけです。で、ここからマドロックをこの2番の位置に配置して、まあ、鳥の受け役ですね。鳥が投げつけてくるやつの受け役。で、マドロックを配置。で、コストが溜まり次第、ここからはヒーラーを入れていきます。で、シャイニング。天人がコスト回復したら天人が撤退して5番の位置にワルファリン。まあ、シャイニングとワルファリンは、まあ、自動スキル使っててスキルレベル7なので、まあ、回復さえ間に合えば大丈夫です。はい、今左上にイノシシいますね。突進イノシシを同じように閃光玉で止めます。まあ、大体ね、帰ってきた。ちょうど帰ってくるので、こんな感じで投げて、なんかちょうどクールタイムがね、それに合わさるような感じで作られているなって感じますよね。まあ、マップ設計者も多分閃光玉を使えば楽になるよみたいな感じで、まあ、このステージを作ったんじゃないんかなと思いました。で、あとはもう操作終了なので見ておくだけで大丈夫です。まあ、この陣形をね、整えるのに結構、まあ、頭使ったんですが、まあ、今回この特に EX567 は奥田攻略かなりお気に入りなので、ぜひね、気に入ったって方いましたらチャンネル登録、グッドボタン押してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。